んはボエム現代の詩の声と言葉を聞くボエムの時間です。このボエムは昨年の7月4日名古屋在住の詩人でゴットン節の歌い手ユーリの声から始まりましたが、今夜の51回と来週26日の第52回を迎えて、声の先達詩人白石和子の声と言葉で1年間続けてきたこのボエム現代の詩の声と言葉を聞くボエムは今夜でひとまず終了することにします。今夜は世界の国際祭で活躍されてきた日本の声の先達詩人白石和子の声と言葉でお送りします。世界各地で開催されている国際祭に参加すると必ず見知らぬ詩人から和子は元気かと問いかけられるくらい、詩人白石和子は世界に知られている日本を代表する詩人です。では詩集卵の降る町から17歳の時に書いた卵の降る町、ライオンの花歌、手紙、少女、ランチ、星、火の卵、詩集虎の遊戯から落下、3月その他ポエトリーリーディングを通じてアメリカと日本。卵の振る舞い。青いレタスの縁で休んでると卵が降ってくる。安いの、高いの、硬い卵からゆで卵まで赤ん坊も降ってくる。少年も降ってくる。ネズミも英雄も猿もキリギリスまで町の教会の上や遊園地に降ってきた。私は両手で受けていたのに悲しみみたいにサラサラと抜けていき、滑稽なシルクハットが高層建築の頭を劇的にした、植物の冷たい血管の血管にも卵が降ってくる。何のために。私は知らない知らない知らない。これはこの町の新聞の社説です。ジヌセパジヌセパジヌセパって言って他のところには訳してごまかしてます。これが一番最初に17歳の時に書いた詩で、その詩集の一番最初に載っていたんですね。北の火星が見つけてくれたんですね。ライオンの花歌、私は Yesterday I was a lion。 私は昨日ライオンだったので密林で花歌を歌ってました。夜には星が一斉に降り出したので、月の光を踏みつけては至る所火傷をしました。花の頭をすりむいたり、恋で命を危なく焦がしたり、またたてがみは風に吹かれて過去、未来、死、どこへともなく永遠に飛び去ったのです。私の尻尾も耳も、もはや二度と私のところへは戻ってきますまい。今日学校の帰り、私は鏡屋の前を通りました。それでこれだけを思い出したのですが、ピンセットを密林に忘れたので、二度と鼻歌の文句だけはつまみ出すことができません。これ17歳の頃の作品で、北園家庭科なんかに見てもらった頃ですね。で、この子でライオンの鼻歌を聞くのね、今読んだのね。あ、手紙と星野さんです。手紙。どんな詩かな。手紙。顔を切られたら三日月になりましたね。幸福は目もないくせに笑いたがるので、私困りました。池のそばでは水仙の、池のそばでは水仙の瞳、水の上ではアヒルの靴、空の青は吸い取り紙、まるで泥棒です。あなた困りましたね。字は動きませんよ。耳は切り替えたんですからね。失礼ですが、あの口も聞きません。一億語るなのです。それからこの手紙を燃やしました。どうぞ。封を切らないうちに見てください。さようなら、抱擁。また次も読むの？この少女。歯の間から星が飛んで夜になる。このレンズは合わないと言って、
おじいさんの目玉を持たされた。白いもやの中に駆け出した私のソーセージはどこだ。ロバやウサギやニワトリたちのために、地球のまくったスカートはどこ。へんてこな人をどんどん書いてんだな。それでランチも読むわけですか。いいの。ランチ、ブドウがいっぱいキビサを抱えてきてくれた。これで昼食はたくさん。緑の木陰でカエルがこれを覗けば、ナメクジはダメダメと首を横に振る。そしてだんだん溶けてなくなっていく。ライオンの上では輪投げが始まる。午後、太陽だ、太陽だ、地球だ、本館だ。ギリギリに赤毛を焦がしていく匂いがパラソルとなり、空の一角に座る。腹立たしい暗獣が天井からリスの子を下ろしてくれ、ほっとしたが、文化は乱熟した果実の陰でミルクをおとなしくかけられていた。だから腰っていう種類もする。恥ずかしいの？と聞いた。コトコトと箱の中で音がした。息とが通って、春のおぼろ月夜のような冬の月、氷がぺったりと私を抱きしめてくれる。木々が酔っ払って口づけしに来た。じーっとしていると、また聞きに来た。恥ずかしいの？私の目は重たく星の方に開いていった。それ白玉も言うの？え？最後まで？木の卵、落下。どこまで続いてるのかな。あ、3月もあるんだ。火の卵。痛いほどに寒い冬のこと、あなたのテーブルにバラを置くと火の卵になりました。あんまり怒るので私には抱けません。じっとしとくと黙ってテーブルを焦がします。鏡を見ると、肌の下も口紅もみんな燃え出してます。それで私は慌ててスプーンを持ったままこの家を飛び出してしまいました。次は虎の遊戯ね。落下。それがおしまいの丘だなんて信じないわ。それがおしまいの丘だなんて信じないわと言って、また一つの丘を飛んだので、もう落ちる空間だけが私の部屋になりました。もう落ちる空間だけが私の部屋になりました。で、次は花のとこも読むのね。え？3月ってのは、あ、3月ね。3月は私の向こう側を歩いていた。声をかければ届くのに。だがいつか声は犬に食われて、私は音のない波の上を光のように滑っていくだけだ。3月は振り返ると落ちる肩の先にいた。だが私はその時目がない。眼差しは暗い谷間に犬たちのように落ちて、遠い海が鼓動のようにうねりながら私の肩を流して去っていく。いい詩だけど難しいですね。もう一遍読んでみよう。自分でも分かんないような難しい詩。3月は私の向こう側を歩いていた。声をかければ届くのに。だがいつか声は犬に食われて、私は音のない波の上を光のように滑っていくだけだ。3月は振り返ると落ちる肩の先にいた。だが私にはその時目がない。眼差しは暗い谷間に犬のように落ちて、遠い海が鼓動のようにうねりながら私の肩を流して去っていく。難しい詩ですね。いい気だけど、ちょっと誰が書いたの？あ、その休日とな？長い文章です。あ、タイトルはね、ポエトリーリーディングを通して、日本とアメリカ。で、何十年頃の本でしょう？1972年頃、まだみんなポエトリーリーディングなんて言葉を使ってなくて、日本で初めてくらいでしょうね。
その昔々です。ポエトリーリーディングを通して日本とアメリカ、詩を声に出して読むとは何事だ、何であるか、こんなこと言われたことあるんですよ。これは漢字に寝せていた言葉を起き上がらせ、私たちの日常に歩き出させることである。買い物をする、ご飯を食べる、電車に乗る、テレビを見る、これらの日常に詩のシュールリアリズム、超現実が参加するのである。こうして日常から人間たちをもう一つの日常へ超えた現実へと誘うのだということを最初に始めたのは10年前、1960年頃、アーレン・ギンズバーグの詩集ホエルが若い世代の人たちに生きる聖典として読まれた頃、サンフランシスコのどこかでジャズ演奏をバックに彼らは聴衆にジャズを聴かせるように知れ方した。これは英語だからです。英語は日本語と違う、音がリズム感でしょ、音楽に乗るんです。英語で詩を朗読するってことはとってもよく音楽に乗るんだな。だけど日本語はメディアム言葉です。漢字をご覧なさい。漢字は文字の形で意味を象徴している。文学はすでに造形だ、絵だ、意味だ。それに日本語を声に出して読むなんて、昔の俳句や短歌を宮廷で、またカルタ取りで読んだみたいに、今の詩は、現代詩は漢字の意味性を大事にして書かれた思考だし、声に出したってとても音楽とはちぐはぐ、リグハグなのだという悲観論を世の大方の人たちは、まあ天童さんこんにちはからよくわかるけど、そういう時ありましたね。ありましたね、うん、本当にね、今みんなは当たり前みたいに詩の朗読をしたりして、してテレビでもラジオでも聞こえてきて、詩の朗読って当たり前だと思うのに、何事だ、本当に人間でないみたいにこう我々はそこからとんでもないことをやってるって指らえた時があるんですね。ここを読んで思い出しましたね。 Doing、 これは10年前って言ってある前ですよ。日本のビートシーンと言われる一派、諏訪優とか佐藤美和さん、違う人です、まあ、ヒットジャズが好きな、それほどどっちも精神をビートさせるサムシンがあるという、まあ、諏訪さんたち一緒だったんですね。初めてリトルマガジン、思想ではない、流儀ではない、それぞれ思想も背景も異なってるけど、自分自身の中にビートジェネレーションを感じて、それを抱える若者たちが集まって、Doing という日本のポエティとジャズの共演を始めた。ボイム、今夜は白石和子さんの声と言葉をお送りしました。来週も引き続き白石さんの声をお送りします。どうぞお楽しみください。番組のご案内は天童大人と私新鮮香織でした。はじめに声ありき、ボイスありき、また来週お会いしましょう。